ヘンリー・グレイはイギリスの解剖学者、下界。グレイの解剖学の執筆で知られる。1827年にロンドンのベルグレービアにて生まれ、その生涯の大部分をロンドンで過ごした。1845年、グレイはロンドンのセント・ジョージ病院に学生として所属する。に存在するが、この頃はベルグラビアに存在した。 彼を知る人々によれば、グレーは誰よりも、老いとわない貴重面な研究者であり、また独力で、時間のかかる有用な解剖技術を通じて、解剖学を身につけた人物であった。まだ学生である1848年、ザオリジン、コネクションスアンドディストリビューションオブナーブスツーザ、ヒューマンアイアンドイッツアペンディジス、イラストレーテッドバイコンパラティブダイセクションス、 オブザーインアザーバータブロットアニマルズという論文でイングランド王立外科医師会のトライニールプライズを受賞した。1852年25歳の時王立協会のフェローに選出され、翌年にはオンザストラクチャーユーズオブスプリーンという論文によりアストリー・クーパー賞を受賞した。1858年750ページで363の図を掲載した。 人体の解剖学初版を出版した。彼は製図者で、かつてセントジョージ病院にて解剖学のデモンストレーターを務めていた友人のヘンリー・カーターの助けを得る幸運を持っていた。この本の成功は、第一にカーターが作成した優れたイラストによるものである。初版はベンジャミン・ブロディ順弾尺に捧げられ、第二版は1860年に出版された。 グレーの解剖学は、現在も番を重ね、医学生の特別で権威ある教科書として広く評価、されている。彼はその後引き続き解剖学のデモンストレーター、博物館の学芸員、セントジョージ病院講師のポストを歴任し、1861年、アシスタントセルジンの候補者となった。天然痘にかかっている、老いの面倒を見ている際に、自身も天然痘に感染し、 1861年6月13日に、ロンドンにて34歳で死亡、ハイゲート墓地に埋葬された。ありがとうございます。